TOEFL speaking section no academic topics ano ne there are two ways in which these animals overcome this problem there are two ways in which these animals overcome this problem これを覚えておきましょう。えっと、there are two ways というふうにしたときに、後ろに説明したいときに、in which っていうふうにつけときましょう。ね。あの、つけとくと、この人はよく英語がわかってるな、ということになります。えっと、1分しかない中で自分の英語がどれだけできるかをアピールするっていうことも重要なのでね。あの、ways in which となりますね。後ろに文をつけましょう。These animals overcome this problem. in this way なんですよね。だから way には in がくっつくんですね。だからあの two ways in which っていうふうに in をくっつけていくということはですね。覚え方は there are, which, there are two ways in which これでもうまとめて覚えちゃってください。この次の段階はですね、えー、っと、two ways を主語にして頑張ってみましょう。two ways in which these animals overcome this problem are introduced in the lecture. となりますね。Two、ways in which these animals overcome this problem are introduced in lecture. この2つの方法、という2つの方法が、えー、レクチャーの中で紹介されています。そんな感じですよね。えっと、で、これになると、主語が長いですよね。で、この主語が長いときに、やっぱり一番困るのは、最初に2 ways って言った後2 ways in which ですよね。Two、ways in which、ways in which。これも覚えたと。で、その次に、センテンス、長いセンテンス入れちゃったね。まあ、長くもないけど、えっと、These animals Over the, overcome this problem っていう風に入れたんですけど、overcome this problem, this problem is みたいにあんましないっていうことですね。この is じゃなくて、最初に言った主語は two ways なので are になりますよね。あの、ここを合わせることができるようになった人は、えっと、ぜひこっちのセンテンスにもチャレンジしてください。このね、two ways in which these animals overcome this problem is introduced っていう風に言うと、あ頑張ったけどいまいちだったねっていう感じはちょっとするのね。あのテスト的にね、実際に通じる通じないっていう意味では通じるに決まってるんですけど、あのあのテストとしてはね、えっと、もうちょいだったねっていう感じになるので、えっと、テストとして頑張りたい人は two ways in which でセンテンス長くなったとしても、最初の two ways を覚えておいて are introduced っていう風にできる。 ようになるとこれがあのもうワンランクアップするための一つの、ね、ポイントですね。ただ TOFL、e、のスピーキングではレクチャーがあったら方法は2つです。 二つなので、もう、two ways しか言うことがないです。だから、two ways are introduced.two ways are introduced.there are two ways. もう、two ways しか言えないと。えー、言えない、言わないっていう感じで練習しておくと、two ways in which these animals overcome this problem are introduced in a lecture っていうセンテンスも割とすっきり言えるようになるかもしれませんね。